どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義です。えー、速可塾の久保がお届けします。今回はですね、まあ、企業初心者の方がやらない方がいいことというテーマでね、ナミさんから動画を送られてきたんですけども、私も関連してちょっとお話し,したいかなと思うのは、まあ、やっぱりね、成功ルートっていうのがすでにいくつかあるんですよ。特に、あのまだインターネットなどでお金を稼いだことがない人が、一番最初にこの壁を越えた方がいいよ。 この金、この壁を越えないと他の展開はまず考えられないよっていうふうな全ての要素が詰まったものがあるんですよ。まあ、それがですね、ポイントサイトで10万円稼ぐってやつなんですよね。あの、起業っていうからにはどんな方法でもいいから、まあ、売上とかね、利益を上げることが先決なんですよね。そのどんな方法でもいいものの中に、まあ、誰がやっても同じ結果がほぼ出るってものがあるんですよ。それがポイントサイトなんですよね。で、ポイントサイトごときで10万円稼げない人が、 あのそれ以上に難しいスキームを使ってね、何百万目指すっていうのがもう高等無形なわけなんですよ。まあ、ですんで、私も未だにポイントサイト使ってますからね。もう10年以上ポイントサイトを毎月コツ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 やってるわけですよ。えー、もちろんね、当初のように大きなあモチベーションは湧いてません。<laughs> ただやっぱりね、10年やっているベテランでも、 こうやってポイントサイトで収益を上げてるんですよって見せることによって、まあ、初心者の方とかね、これから始めようとしている方も、まあ、自信を持って安心して取り組めるかなと思ってやっております。えっ、ー、とね、そのポイントサイトなんですけども、まあ、モッピーっていうのがね、一番やりやすいんじゃないかなと思います。まあ、その中でいろんなカテゴリーがあるんですけども、例えばね、えー、動画サイトっていうのがあります。えー、ですか、UNEX とか。 ユーネクストみたいな動画サイトがありますんで、それを最初の1ヶ月無料期間を使うと1800円もらえるよみたいなのがありますから、それに登録してやってみるみたいなところからですよね。でもうすでに u ネクス t 登録されてる方もいると思うんですよ。その時に、まあ、気づいてほしいんですよ。もう u ネクス t 登録しちゃったから、ポイントサイトのこんなおいしい案件あるけども使えないや、ダメだって言うんじゃなくって、あ、なるほど。これからネットで何かね、契約をする際には、 まずはポイントサイトにその案件が落ちてないかを確認してなければ独自の方法でやればいいんだなっていうようなところで必ずポイントサイトを意識するってことなんですよ先日ね住宅展示場に行ってきましたけどもこれそのまんま住宅展示場に飛び込みで行けばまあ何もないわけですよでもポイントサイト経由なら1件あたり5000円とかね8000円とかもらえちゃうわけなんですよねこうやって知ると知らないの差で 報酬の違いが大きく変わってるんだなっていうところをポイントサイトで学ぶこともできますしね。まあそういうふうに情報があるから稼げる。情報がないから稼げない。情報があってもやらなければ稼げない。情報があってさらにそれを活用するから稼げる。まあ言ってみればこれだけの差があ情報企業にはあるわけですよね。あとはその自分が使った情報を誰かに使ってもらうことによってその人にあの儲けてもらうっていうかね得をしてもらうってことなんですよ。 でここがまた2つ目の壁になりますけども人をその気にさせるのがいかに難しいかってことなんですよでお金が儲かる方法なのに人に働きかけてもやらないんですよねだからそれは伝え方なんですよまさにインターネットで何かね商品を売るとか誰かに行動してもらうっていうのはどのように伝えたらそうなるかってことの探究でもあるんですよでそれができる人っていうのは1年でも3年でも5年でも ネットで稼ぎ続けることができますし、人をその気にさせることができない人っていうのは、まあ起業してもね、あまりうまくいかないのかなっていうところでございます。まあだからといってね、投資の世界に行ったところで、投資は投資でまた難しさがありますんでね、そちらの方と戦わなければいけないってことになります。では本日は以上でございます。